ついに来てくれましたね。ありがたいですね。お久しぶりでございますね。お久しぶりでございます。ちょっと佐藤さんも横に映ってください。今入るんですか？いやいや。とりあえず入らせていただきます。こちらこそ。もう1ヶ月ぶりですね。そうですね、もう1ヶ月。でもまだ1ヶ月ですよ、でも。そう、はるか昔のことのように思いますけどね、でもね。じゃあ、魔法のプロテイン歌います。ちょっと、あの、楽曲とちょっとは違うんですけど。踊った方がいいかも。軽く。いいですか？あ、お願いします。じゃあ歌います。座る。アルバムも作成しているので、アルバムいつ出るんですか？来年にはちょっと、来年の初めには出します。お名前は決まったんですか、アルバム？名前は決まっております。まだ発表できない。そうですね、まだ。エトペリカさん。エトピ。ピです。これね、ひらがなんですね。ひらがなで。エトピリカ。ひらがなということで、これしっかり覚えとかないといけないですね。はい。素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ代表しまして、お礼の言葉を奈良崎さんから一言。ちょっと。近所のおじさんみたいな感じで、親戚のおじさんみたいな感じですけどね。もう今聞いて、あの時のもう風景がずっと今蘇ってきたんですけど、もう本当もうありがとうございました。こちらこそありがとうございます。頑張ってください。本当ぜひご活躍お祈り申し上げます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。どうも。